動眼神経は12体ある脳神経の一つで第3脳神経とも呼ばれる。中脳から出て眼筋と呼ばれる筋群の大部分を支配し眼球運動に関わる。また動向収縮や水晶体の厚みの調節も行う。受精後4週までには神経核は形成される。全脳神経中動眼神経核のみが中脳由来である。中脳の基盤から 体性炎神性神経である、動眼神経核及び、一般内臓延神性神経、不随意筋を支配する神経。ここでは、具体的には副交換神経である、エディンガー・ウェストファル核が形成される。一般内臓延神性神経の不自然繊維は、エディンガー・ウェストファル核由来だが、神経節及び節後繊維は、神経底に由来する。動眼神経の起部、中脳の断面、 海面上脈道の遮断面。赤は内経動脈、黄色は脳神経。一番上にあるのが動眼神経。動眼神経核は中脳の細胞側で上丘の高さにあり、成中に近く失望回白質の腹側赤角の背内側に位置する。動眼神経の主要な繊維はこの核群から出る。エディンガー・ウェストファル核は動眼神経核の配側 ふん側に隣接している。この核から出た繊維も、動眼神経の一部をなす。副交換繊維には、毛様体神経節への繊維以外に、下部脳幹、小脳、脊髄へ投射するものもある。脊髄に投射する繊維は、側作を加工して、レクセドの大愛お及び大部位想に終始し、溶髄レベルまで加工する。この繊維は感覚需要の調節を行っていると考えられる。 動眼神経核は以下の部分から構成される。また、副動眼神経核と呼ばれる次の核群がある。動眼神経核及びエディンガー・ウェストハル核から出た繊維は中脳の正中付近から腹側に走って合流し、一部は赤角を貫通して足管下から動眼神経となって中脳の外に出る。合流した動眼神経は副交換神経が外縁を。 形成する形で一つの束となって、中図外科を、ん側に向かう。まず上昇脳動脈と五大脳動脈の間を、挟まれるように抜けて、あと交通動脈の外側を、閉走硬膜を抜けて、海面上脈道に入る。動眼神経は、海面上脈道の外側壁を伝って、上眼下列から眼下に出た後、上直筋。 上眼腱虚筋を支配するほずえとか直筋、内側直筋、下斜筋を支配する下枝に分かれる。下枝はさらに毛様体神経節に枝を出す。この枝を成す繊維は、エディンガー・ウェストハル角由来の複交感性繊維である。その繊維は、毛様体神経節で中継された後、単毛洋体神経となって毛様体筋と、動行活躍筋を支配する。 一方、動眼神経核に投射する繊維には、脳幹毛様体、カハール間質核、前提神経核の一部、外転神経の核幹繊維、防舌下神経核、内側重フンガー間質核、死外前オリーブ核などがある。大脳皮質からの直接投射はないが、刺激は毛様体を介在して届く。上、丘からの直接投射もないが、こちらは隣接する。 失望開発室に投射している。動眼神経は眼球運動に強く関わるほか、上眼圏を上げて目を開く運動、毛様体により水晶体の厚みを調節してピントを合わせる運動、動向活躍筋により動向を収縮させて水晶体に入る、光の量を調節する運動を司る。光が網膜に当たると視神経を通る信号がシフタ全角。 エディンガー・ウェストファルカ区で中継されて、動眼神経の副交感性繊維に伝わる。この信号は、毛様体神経節通って、同向活躍筋を収縮させる。この反射を対抗反射、または同向反射と呼ぶ。左右のシフタ全角は、ご高齢を介してつながっているため、 片側の視神経から来た信号が両側の視二全角に伝わり以下の経路を興奮させるパランィー。そのため片目だけに光を当てても両目の動向が収縮する。見ているものが近づいたり遠ざかったりした時にピントを合わせる機能を調節反射という。また遠方視から急にごく近くを見るときに両目が内転し動向が収縮する反射を複層反射という。 調節反射と複層反射を合わせて、近腱反射という。頭痛刺激を、顔面、頸部、胸部、上肢に与えると、両側の動向が1から2ミリ散大するのを、毛様体脊髄反射と呼ぶ。痛覚刺激のみで実施できるため、意識障害があるときの脳幹障害の判定にとって、重要である。眼球運動に関わる神経は、動眼神経のかに乗車筋を支配する。 滑車神経、外側直筋を支配する外転神経がある。通常ものを目で追う運動は両目が共同して行う。正常ならこの時眼球の動きはゆっくりと滑らかで、あるか素早い動きである。これと似た用語だが、眼球運動が正常で滑らかな時は活動性、一方以上で滑らかでない時を衝動性と呼ぶ。水平眼球運動は、 外転神経と共同して行われる。両目が同時に右あるいは左方を見るための外転。動眼神経の強調は、端種配則にある、防生中共模様体という核が関わっている。衝動性眼球運動の中枢は、前頭眼野で、ここから、経路は不明だが、反対側の PPRF に命令が伝わる。PPRF からは、同側の外転神経核と、 目運動交差を通って、体側の動眼神計画に命令が伝わる。すなわち、右半球の大脳皮質の命令によって、両目の左側への水平子が起き、左半球からの命令は右方への水平子が起きる。このため、PPRF より、上部の障害では、障害部位と同じ方向への眼球運動麻痺が、PPRF の障害では、障害部位と、 反対側の眼球運動麻痺が起きる。一方、垂直性の共同中止運動については、はっきりわかっていないが、脳幹の中枢は内側重則フンガが間室核やダルクシェビッツ核と考えられているが、後高齢の病変でも垂直共同中止麻痺が起きることは、蒸気後高齢核のところで記した通りである。動眼神経麻痺は内形動脈と後、 交通動脈の分岐部にできた動脈瘤に合併することが多い。また糖尿病の合併症である末梢神経障害の一つとして動眼神経麻痺が起きることもよく見られる。その所見は眼鏡下垂、射死、副死、三動、対抗反射、調節反射の消失などである。は、外眼筋のみの麻痺で起こり、これに対してを内眼筋麻痺という。 動脈瘤に伴う場合は、初期には三度や対抗反射の消失など自律神経障害のみが起き、眼検下水などの外眼筋麻痺は必ず遅れて現れる。一方糖尿病に伴う場合は外して外眼筋麻痺による福祉や眼検下水が起こりやすく動向症状を欠くことがある。これらはすべて抹消性の動眼神経麻痺である。外眼筋麻痺は ギランバレー症候群やトロサハント症候群などで起こることがあり、神経性全外眼筋麻痺と呼ぶ。また、動眼神経麻痺以外にも、重症筋無力症などの神経筋接合部の障害、眼筋ミオパチーなど眼筋そのものの異常で起こる場合がある。中枢性の動眼神経麻痺は、古典的な死の三印の一つに、対抗反射の消失が挙げられるように、 脳幹の死すなわち、脳死の一連の現象の一つとして起こるという、イメージがある。しかし対抗反射の消失は例えば、アーガイル・ロバートソン・ドー・やアディー症候群でも起こる。他には、ベーバー症候群、クロード症候群、ベネディクト症候群、ノートナーゲル症候群、パリノー症候群などの脳幹障害で、動眼神経麻痺が起こる。ありがとうございます。